筋肉パンティーいえってことで、はい、レイナさん今から出社するみたいで、はい、すごい今早朝で9時なんですけど、今日ね俺の企画、はい、結構コメントというか DM でも結構来てて、はい、あのレイナさん以前レクサスをプレゼントしてくれたあれガチなんですけどありえないありえないで俺もちょっと麻痺してたわ。さすがにその彼女からそのさレクサスプレゼントって確かに嬉しいけどさ結構ドアでかいじゃん。だレイナさんってめちゃめちゃ金持ってんじゃないみたいなそうだから今日はちょっとレイナさんの私物チェックということで、はい、そう私物からちょっとその素性をあのなんか何導き出すみたいな。え携帯チェックじゃなくて。そう携帯チェックやったんだけど、あいやもうバッグにするの。バッグにだって携帯の中さあの見せられないもんだってカメラロール変態すぎて。どうじゃあなたはそんな変態なんですか。そんなことない、そんなことない。ちょっとわ、うん、バッグの中は全然考えてなかった、うん、そうそう考えてないだろうからちょっと携帯なんて言われてたから、うん、ちょっと見たいなってちょっとね本当いつも通りただの本当まったり私物チェックてか OL さんのそのなんかバッグの中もちょっと男の中ロマンがあるというかしかもえだってエレナ丸の内でしょ、うん、そういう丸の内って言ったらなんかもうさザ OL みたいじゃん。ちょっとエリート OL みたいな、そのバッグの中見てちょっと個人的にも気になるし男も多分ね気になると思う。本当全部見せるの結構やばいよ。だってさ本当にいる。ちょっと待って、じゃあ分かったじゃあまずバッグから。これは何のバッグ。これはシェリーヌ。あ、シェリーヌシェリーヌな。でももうこれ4年使ってるから。ちなみにいくらですかこれは。でも10万ぐらい。ああま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 あ、うん、まだ、うん、まだ OL だったらねありえない。まず一つ目これ遊びよ。何あのプロ意識高すぎじゃないこれ常に練習してんのあんた。すごい休憩中とかにもしかもやってんの何目指してんのね。まあまだこれはね、ちょ俺もあんま見ないでいこう。はい、こちら。これポーチ。ああ、これ OL のあるあるな。まあこれ女子あるあるじゃん。これも、これもいや、ちょっと、いっぱい、普通のやつだから。じゃあ、見せないから、見して。見せないから。ビデオ映さないから。ちょっと、なんで。あ、これはシャネルの、うんうん、あーこれ OL っぽいなロキソニン、うん、頭痛くなっちゃうんだ、うん、仕事のしすぎでしょそれで俺ロキソニンってほんと人生で1回ぐらいしか飲んだことないよ。まあそうなの、うん、でも効くよロキソニンってめちゃめちゃ効くんだよなこれ、うん、でも飲みすぎたら絶対ダメだから、うん、あ携帯の充電器でもうコンパクトだね結構、うん、必要なもの入ってないそんなに面白くないと思う、うん、あ、なんかそれは何これ。え、どこと。うわスタンガ切るわ、あなた初の練習してるの。ご信用すごいな、初めて見たわ。あ、まあちょっと痴漢とか、うん、あ、電車とかね自分、女子だから、その自分の身は自分で守れるように強いみたいなこれは、あ、これ財布、うん、ちっちゃい。あ、こんなちっちゃい財布使ってんだ、うん、で、あらそこも別に入ってないよ。でどれぐらい入ってるか見ていい。財布の中、1、2、3、4、5、6、7 リアルなんだけど結構レベル高くない結構レベル高いね。でもカードばっかりだから小銭入ってない。小銭が全くないね。面白い。最後これ言ったこともな、あ、何ちょっと待って、それさ、ダメ最後これ、いや、モダイク、モダイクかけるからモダイクかけるから。はい、レイナさんのちょっと、あのさ通帳。え、それ絶対ダメ、それちょっと言うのなし。いや、まあ、言えないから、まあ、なんとなくね。うん、いや、でもちょっと待って、俺よりあったらすげえショックだな。だって俺、ぜひ緊張してきたんだけど、これえ、見ていい。うん、いいよ。よし、じゃあ行きます。
食べた。え？1、10、100、1000、万、10万、100万。マジ？マジで？俺もう YouTube やめて結婚します。俺 YouTube やめていいですかね。もう週になりたいんですけど、いいですか。一緒に仕事頑張りましょう。マジで。まあ溜まっていくんだろうね。使うものがない。まあ確かに使ってるものとかがないから、プロとかに一緒に共同で使える車とかは買ったりする。使えるものは。そういうことがちょっと謎解けたわ。これは変えちゃう。車を変えた。下手したら女性の YouTuber の中で5本の指ぐらい入ってんじゃないの。お金。下手したら見たことないぞ、そんな。いや、っていうのでちょっと俺、芸能中に疲れちゃったわ、なんか無駄に。いや、すごいな、初めて見たよ、そんな桁。まさかの、はい、ちょっとのんびりね、気楽に OL さんのバック私物チェックしてほしいっていう要望もちらっとあったから、俺も個人的にレイナさんのこの私物見たことなかったから、あんまり見れない企画じゃないと。確かに、いきなり見せてとか言えないじゃん。初めてでも公開した気がします。なんかいや、素晴らしいね。いやいや、もう負けますよ、かなわないです。いやいや、負けてます。いや、圧倒的に負けてます。再来月あたりか来年ぐらいには YouTube やめて、レイナさんのアシスタントで専業主婦に決まりました。ダメです。そんないやらしいことしないで一緒に仕事頑張ろう。そうですね、普段使わないのに。いや、次ちょっと心配で、あのさ、レクサスの動画見ればわかるんですけど、そのありえないって後々気づいて、そのね、1000万近い車だから、なんかすげえ言われて、親からも言われてさ、大丈夫なのみたいな、私物チェックしたら結構凄まじい結果でした。よかったと思う人は高評価でお願いします、はい、お仕事頑張りたいと思います。僕も私も今から出勤しますので、はい、頑張ってください。皆さんも、はい、頑張りましょう。応援する意味ねえじゃん。いいんだ。趣味だよね。趣味じゃないよ、うん、いや、OL の仕事をしとるから安心がある。ああ、ということね。もうさ、量がしすぎちゃってるけど。